昇竜烈波おやす来ました、カプコンです。もうカプコンって感じしかしません。ここはカプコンさんといえば6月2日待望のストリートファイター6が発売されます。いやということでですね、今回はですね、あのシリーズ初のモードとしてですね、プレイヤー自身がストリートファイターの世界に入って冒険できるワールドツアーという、これまでにないモードが搭載されるということで、なんとそのストリートファイター6をですね、一足先に体験させてもらえることができるということで、なんとこのカプコンにやってきました。芸人界初ですか、僕が選ばれましたということで、野田クリスタルが行くストリートファイター6ワールドツアーお願いします。さあ、まあ言ってもね、僕一人ではちょっとこのワールドツアーね紹介しきれないと思いますので、ストリートファイター6の開発チームから松本プロデューサーにお越しいただきます。お願いします。はい、どうも、ストリートファイター6のプロデューサーの松本です。出ました、よろしくお願いします。カップ今回の松本ひとし、そうなの、もうそうなんですか。じゃあもうまっちゃんと呼んでもらって、まっちゃん、まっちゃん呼んでもらって、嬉しい、格ゲー会にもいました、まっちゃんが嬉しいです。不思議となんか尊敬、はいはい、髪の長さもちょうどまっちゃん意外に背丈もまっちゃんなんですよ。あ、そんな感じなんですね。まっちゃんですね、まっちゃん嬉しい、はい、今日は僕は浜ちゃんでやらせてもらってピュアなね、ピュアな、ピュアな、はい、嬉しいです。じゃあ早速プレイさせてもらってもよろしいですか。はい、じゃあ楽しんでもらいたいと思います。お願いします。今回のストリートファイター6で初めて取り入れられているこのワールドツアーなんですけど、自分自身のアバターを作ってストリートファイターのこの世界に入っていただけるっていうモードになってて、モードですか。モードでもうものすごくねボリュームめちゃめちゃ大きいので、もうたっぷり遊んでいただけます。はい。ちょっとそれ普通はそれがゲームになるんですよね。そう、だからでも本当にそのレベルです、ね。対戦格闘もありつつ、まあ、モードでそれはないんですけど。すごいですね。すごいですね、はい。そんなのを一つのモードとして言ってしまうのが恐ろしいですよね、時代として。そう。で実際ねこれもう遊んでいただくのが一番この魅力というか楽しんでいただけるので、まず最初に野田さんにアバター作ってもらって、はいはい、ワールドツアーモードの冒頭をねプレイしていただこうと思います。了解です。はい、じゃあ早速アバター制作行ってみてください。はい、ようこそバックラーセキュリティサービスへ。マッチョすぎる。担当教官のルークだ。腕やべえな。基礎トレーニングコースだな。じゃあまずは身体測定だ。嬉しいな、なんか、うん、ルークがインストラクターやってくれてる。なるほど、はい、あ、体の大きさも決めれる。まずボディ、そう、男性っぽいボディか、ボディか女性っぽいボディか。じゃあ男性っぽい方でいこうかな、はい、これもプリセット。あ、いろんな国の顔があるな、はい、めっちゃあるじゃん。めちゃめちゃあります。うわ、選びがち俺このおじいちゃん選びがちだけども、うわ、勝手。はあ、はあ、ベースとなるプリセットを選んでもらって、そっからまた細かく細かく選べるんで、やっぱマッチョがいいな、一番マッチョがいいな。あ、体の身長も選べるし、はい、あ、これ強そうだな。これだろ絶対。それにします。うん、顔のブレンド制定、今選んだ顔と、うん、もう一つの顔でこうブレンドが。ああ、なるほど、はい、なるほど。どういう思いで作ったんですかこのシステム。これ言うと、今までストリートファイターに登場してきたキャラクターはちゃんと再現できるようにっていうのはできる。探せばあるし、完全オリジナルキャラも作れる。そうですね、そこで身長とか上半身の筋肉量とか。そう、あ、本当めっちゃ細かく決めれる。首の太さから肩幅、そうそうそうです。まあでかくしちゃうよな。かっこいいですね。ちゃんとその筋がちゃんとリアルな筋肉と同じなんですよ。ちゃんと肩が3つに三角筋って言われてるところが前後ろ横で分かれてるし、これめちゃめちゃこだわりが見れるんですよね。右スティックで回転してもらったら背中とか見れる、その背中の筋肉の付き方とか。脊柱起立筋および大円筋広背筋がとんでもない発達してるぞこれ。で僧帽筋がもうとんでもない僧帽筋が見たことないマッチだこんなの。なんだこれ。
え、顔の、はい、顔の細かいところも、こめかみとか眉毛の位置とか。うわ、本当だ。なるほど。うわ、これはもうずっとやるな。これ誰になりたいってわけないけど、やっぱり自分好みになっちゃいますね。表情、表情もデフォルトの表情だと。ああ、はい、デフォルトね。なるほど、これがあればこっから決めてもいいよ。ちょっと優しい表情にしようかな。で、体のペイントとかほくろとかもつける。あ、体が傷で、これは欲しいな。もうだいぶね作っていただいてますけど、うん、かなりこだわってアバター作成できますと。自分自身再現してもいいですし、うん、その理想の自分の理想のキャラクター作るっていうのも全然楽しくて、本当にこれだけで遊べるような感じにはなってます、ね。まあ、ちょっとねさすがこだわってますけど、はい、もうちょっと時間が終わっちゃうので。でしょうね、はい、それはもうこれっち そのカプコンのせいですよ、これは。こんなにで、まだまだ遊べるんですけど、うん、こちらで野田さんに似せたアバター用意させていただきました。ちょっとちょっと、こちらです。僕もうちょい足太いっすよ。ちょっと舐めないでください僕。足のスクワットの野田なんだから。ただ再現率、顔の再現率やばいですね。似てますよね。うん、下半身じゃちょっともうちょっと当たり前でしょ、つけましょうか。絶対つけないと、これは舐められておしまいですよ。もうちょい抑えてるから、こんぐらいって言ってますよ多分。でお尻もりでかいんですよ。おう、こんぐらいはいこう。これが俺っすよ。すねはいいんすか。それですねはね、あんまね細いんですよ。太ももがとにかく太いっていうね。これでいきますか。はい、いきましょう。じゃあアバターが完成したので、うん、物語をちょっと進めていきましょう。はい、で野田さんがね、ルークがインストラクターさっき勤めてた、はい、バックラーセキュリティサービスに入門するところから始まります。はい、はい、じゃあいきましょう。うわあ、見てくれてるルークがね。お、本当だ、ルークと野田クリスタルがいる。すげえ、いい顔に撮れてるじゃないか。めっちゃ見てる。うわこれはいいっすね。これテンション上がりますね。チュートリアル、はい、はい、さてまずは俺のところに来てくれ。歩いても走ってもいいぜ。めっちゃインストラクターしてくれてる。はい、まずはチュートリアルですね。このようにの自分自身のアバターを立体的に動かして探索することができるので、ストリートファイターとしてはまずそこがものすごく新鮮です。自由にやってみてみてください。見えるかい、あたりにパネルをセットした、うん、すごい最新のジムだ。あのパネル全部を通ってここまで戻ってきてくれ。なるほど、カメラ操作で立体的に動かせるので、うん、なるほど、全部結構動きも速くて、うん、いいですね。いいな、身のこなしは十分十分です、うん、それじゃ腕っぷしの方を見せてもらおうか。マジかよ、もうもうちょっと飛びすぎじゃない。はい、今回のそのモダン操作なんですけど、もう今までのコマンド操作のこの壁っていうのをぶち破って、必殺技ボタンと方向キーを組み合わせて必殺技とコンボが繰り出せる内容になってます。でこの先のワールドツアーでも従来のクラシック操作も切り替えは可能なんですが、モダンで遊んでもらえるとより楽しんでもらえるかなと思います。勝って、うえーめっちゃ簡単に出ますね、技ね。オッケー、これにてクソはおしまい、うん、地味でつまらなかった。いや基礎的なことっすよね。クソってのはそういうもんだ。めっちゃ笑ってるじゃん。簡単で退屈だけど、求める強さが高ければ高いほど足元がしっかりしてないとたどり着けない。そういうことですよね。わかるだろ教官、そういうのじゃなくて俺たちが教えてほしいのは誰？彼の名前はボッシュと言います。このストーリー上で重要な役割を果たす、いわゆる主人公のライバルキャラになります。じゃ早速対戦してみてください。かっこいい。
めっちゃ簡単に技出る。ダブルノックアウト。ボッシュ、お前な、いきなり飛びかかってくるやつがあるかよ。今回ライバルの。でも許可、俺が教わりたいのはこういう実践的なやつなんだよ。入門初日だぞ、こっちは。二人とも俺の教え子で、同期ってやったな。仲良くやってくれよ。うわあ、しなさそうだな。うわあ、やっぱ死ねえよ、ほら。死ねえんだよな、こういうやつ。でもどっかでするんだよ。それが嬉しいんだよな。早くその日になりてえな。どちらが強いのか決着をつけないといけなくなるかもしれない、うん、そうなるかもしれないなら仲良くなんてしない方がいいんじゃないか。ああ、そうだな、ボッシュ。それは難しい問題だ。強さとは何か、そいつを突き詰めようとするといずれそういう問題にぶち当たることもある、うん、けどな、その悩みはまだ早い。今は二人とも俺の可愛い教え子だからな、うん、この先生の教えを聞いて一緒にトレーニングに励めばいい、うん、そういうことさ。いい先生だ。してくれた。よし、じゃあ次のトレーニングに進むか。そうよ、実践的なのがいいんだよな。実践ってのもいろいろだが、この町で始めるなら、ストリートからだよ。そんなコーチいねえって。外出て喧嘩してこいじゃないのよ。はい、じゃあここまでプレイしてみてどうでした？いや、たまんないです。こんなにもその自分が思い描いてたストリートファイターの世界にもしも自分がいたらが、こんなにも再現されてるのはもうたまんないですね。この先もね、ワールドツアーモードでかなりこう重厚なストーリーが展開されるんで、うん、まあ、しっかり遊んでいただける予定になってますので、はい、ご期待ください。いや、もう早くメトロシティ歩きたいですね、はい、引き続きね、ワールドツアープレイしてもらって、その動画も今後アップさせていただきます、はい、うん、このコントローラーは誰にも渡しません。で、先日発表させていただいたんですけど、はい、ストリートファイターを使ってやってる、うん、まあ、大会のカプコンプロツアー2023のカプコンカップ10なんですが、うん、今回はね、ストリートファイター6で開催しますと。もうされるんですね。そうなんです。で、優勝賞金がなんと100万ドル100万ドルですわ。やりすぎで、総額賞金総額は200万ドル。200万ドルいや、100万ドルか。ミリオネアになれると。ちゃんと人生変わりますね。自分だけじゃないですね、多分。自分周りも変わります。変わりますね。これはすごいことになったな。で、まあ、入りやすい内容にもあってるから、いろいろやってもらえたですね、うん、遊んでもらえたですね。これもモダンタイプも入ったし、はい、このチュートラリアルも、これまでやっぱ正直言うとチュートラリアルをやっていく作業も結構、うん、まあ、敷居が高かったりしてたんですけども、うん、これはもうチュートリアルが楽しいですね。楽しみながらこう腕を磨けていくっていうのがすごく今回意識して作ってもらえてるところなんで、うん、ね、自分のキャラクターがなんか育っていってるって感じしますね。そうそうそう、それがたまらないですね。これはちょっと俺も100万ドル目指してみようかな。だって M1 の賞金10万ドルなんで一桁違うんで。そうですね、より高みを目指すためにもちょっと100万ドル目指してみたいですね、うん、はい、ということで、また皆さん、次回もお楽しみに。おお、もう戦うの？うわわわ、もう戦ってる。あ、しかもここが背景だ。おい、写真撮んじゃねえお前よ。何写真撮ってんのバカ野郎お前よ。暗い。いや、戦闘になった。2対1ライギガッパマジのストリートのファイトじゃないですか。おい、なんだお前、なんだこいつよ。面白くなりすぎっすね、これは。疲
っとさっさと続きやらせてくださいよ。